あ、動画と違うんだね。大丈夫です。大丈夫です。ラケットを体の内側に倒す動作のことを海内って言うんですけど、その反対側が海外って言うんですね。で、里山の向こうから飛んできますよね。里山の向こうから飛んできたら、一度海内を使ってから海外っていうふうに使って、ちょっとじゃあ、最初はフォアで、はい、ここから見てもらいたい。ここをちゃんと意識したまま海内海外を起こしてあげると、バックハンドのドライブが打ちやすくなります。ここはちょっとできないとハイバックまでいけないので、まずはここの90度を意識した状態のまま、海内と海外を使ってください。だん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 こう、無意識になってくると、ここの角度がこう外れてくるので、この角度が外れてくると振りが大きくなって、シャトルかラケットってもうすれ違うようにできてるんですけど、すれ違うとも一番速く、動作が大きくなる大きくなるほど、ミスが大きくなりますよ。ということで、ここの角度を維持したまま、前腕を、海外海外させて、バックをこうやって打てるようにね、ちょっとやっていきたいなと思って、ここまで見ます。はい、2本やってみましょう。横から見てもらいます。後ろから。Thank you.
ごめん。